全国各地で行われているどんどは、小正月の1月14日または15日に村々で行う火祭りで、旧年のお札や正月飾り、しめ縄などをお焚き上げする民間伝統行事で、地方によっては小正月が済んでから行われるところもあります。大淀町大岩では14日のどんどの本番を前に、12日午前8時半から公民館横の空き地にお正月に使ったしめ縄、門松、新藁などを持ち寄り、近くの竹やぶから竹を切り取ってどんどの櫓の組み立てが行われました。どんどとは火が盛んに燃える様を言い、またどんどどんどと生やすことからどんど焼きというようになったという説があります。地方によっては詐欺町、どんど焼き、サイト焼き、ホッケン行、ホチョジ、オニビなどの名がありますが、どんどの起源は平安時代に宮中の清涼殿の庭で青竹を束ねてお正月の遊びに使った吉兆を3個結び、その上に扇子や短冊などを添えて陰陽師が歌い囃しながらこれを焼く詐欺兆という行事が民間行事として伝わったとされています。小雪がちらつく中、大岩地区34世帯から集まった20人ほどの人たちによって、青竹を骨格にして中に門松やしめ縄などの正月飾りなどを入れて藁を詰めた直径3メートル、高さ8メートルほどの櫓が出来上がり、最後に車で引っ張りながら立ち上げて竹で突っ張りを入れます。本格的な雪に変わった10時ごろ、初めて1時間半ほどで立派な櫓が完成しました。日も暮れて辺りが真っ暗になった14日午後7時、不要になった正月飾りを持った主婦や書き初めの習字を持った子どもたちがどんどの会場に集まってきます。よしよし、竹に藁を刺して火をつけ、これをどんどの櫓の上部に伸ばして火をつけます。また点火を行う方向はその年の暦から決められます。昔からどんどの火に当たると病気をせず健康で暮らせると言われて、家族の無病息災を祈りながら火に当たる人も見られます。子どもたちが書き初めの習字を長い棒の先につけてどんどの火に上げ、高く上がるほど上手になると言われ、これを地元では昔から天筆炭というそうで、1年間書いた習字を残しどんどの火で燃やして習字の上達を祈る子どもも見られます。どんどの残り火で正月の餅や団子などを焼いて食べる地方もありますが、大岩ではどんどの火で焼いた餅を食べると歯が丈夫になると言われています。
また最近では手作りの餅焼き器を持参する人や竹で作った器で笹酒を楽しむ人もいて、皆さんそれぞれの楽しみ方でどんど祭りを盛り上げています。オッケー。どんど焼きの燃えさしは魔除けになると言われ、家路につく人は提灯のろうそくにどんどの火を移して持ち帰り、門口に立てたり家のかまどに入れて家内安全を祈る人も見られます。また火を持って帰り豆殻で15日の小豆粥を炊く家もあります。こうして餅を焼いて食べ、燃え盛った炎の余韻を楽しみながら、皆さんの語らいは夜遅くまで続きました。町薬水の薬水八幡神社に祀られている毘沙門天で、毎年3月の日曜日に恒例の毘沙門祭が行われます。薬水八幡神社の境内には毘沙門天と弁財天が祀られて、法暦7年1753年の年号の刻まれた石灯籠もあり、参拝すると家内安全や災難除去などの御利益があると古くから伝えられ、地元の人たちに大変親しまれています。午前10時ごろになると、手に昨年のお札を握った薬水の区民が集まってきます。古いお札は毘沙門さんにお参りの前に境内に用意されたごま壇に入れられ、ごま供養でごま木とともに炊かれます。薬水の毘沙門天は日本で最初に毘沙門天をお祭りした信義山長後村主事の別院として安置され、この日も信義山の本山から僧侶が招かれ法要が行われました。木立に囲まれた境内におよそ50人の区民が集まり、法要を前に和巡会の31人のご婦人により御栄華が奉納されました。毘沙門天は四天王の一人である多聞天の別名で、七福神の一人としても知られており、福や財をもたらす神としても信仰されています。毘沙門祭は毘沙門天皇が娑婆に降りられ、親しく人々の願い事を聞いてくださるというのが祭りの起源となっていて、古くから毘沙門天の御神体を拝み願掛けをすると大きな功徳があると言われています。このあと般若心経を唱える中、境内に組まれたごま壇に点火されました。
クミンが願い事を書いたごま煮を炎の中に投げ入れ、両手を合わせて願いの成就を祈ります。神社の階段を上った右手の記念碑には、毘沙門天皇が永禄3年西暦1560年に建立された時の詳細や、宝暦7年西暦1758年に古いお堂とともにこの地に本尊を移動し、昭和50年3月に信義山の別院として復興、共産大法要が行われたと記されています。このように薬水ではその当時からの信仰を大切にして、毎年3月の毘沙門祭のほか、7月にはバス1台をチャーターして信義山本山の毘沙門天にお参りしており、祭り同様、その信仰の厚さも昔から現在までずっと大切に引き継がれています。昔、吉野川に橋がない頃、人々は静かな川の淀みに船を浮かべて行き来していました。それが渡し場として栄え、吉野川には松の渡し、ヒノキの渡し、椿の渡しなど6か所程度の渡し場があったと考えられます。中でも北村の柳の渡しは古くから人々に利用され、大正8年三好の橋が架けられるまでは渡し場の機能は残され、大峰への北の入り口としてにぎわいました。この北村で毎年3月に柳の渡し祭りが行われます。3月最後の日曜日の午後1時過ぎ、ホラ貝を吹く音を合図に祭りが始まりました。大峰修験者13名の行列が北村公民館から柳の渡しまでを練り歩き、四隅をしめ縄で囲まれ清められた神聖な会場に入場します。北村の地元の人たちが見守る中、払い清められた式場に神を迎える行進の儀式が行われました。平方だ地元行僧中央に浜屋の儀、神剣の儀が行われ、周囲を清めます。ごま壇に点火されると、辺り一面に白い煙が立ち上がり、祭りも最高潮に達します。柳の渡しは、大淀町北村と南西の吉野町村とを結んだ渡しで、平安時代に醍醐寺の開祖、正法理玄大師が大峰修行の行者のために開いたとされ、それ以来、吉野山から大峰を経て、熊野へ抜ける修験者が水を浴び体を清める水ごり場として尊ばれてきました。当時大峰修験の行者たちは、まず吉野川の河原に降りて水べりで身を清めてから、新しい草履に履き替えて山路をたどりました。
世界遺産の一つに指定されました。この辺りは昔から川柳が生い茂っていたのが柳の私の名前の由来と考えられます。現在の柳の私には天明6年西暦1786年建立の道しるべを兼ねた石灯籠や石造りの道しるべが残されています。この石灯籠は昭和38年からの旧県道の付け替え工事で現在の地に移設されましたが、橋が架かる前にあった渡し場は現在の場所から140メートル上流、昭和38年石灯籠が建っていた箇所は83メートル上流になります。昔紀州街道から吉野山を訪れる旅人は柳の私で吉野川を渡り、心躍る花の吉野や前途厳しい大峰修行への第一歩を踏み出しました。このように当時は賑やかだった吉野川の桜の私、椿の私、ヒノキの私、そして柳の私もそれぞれ桜橋、椿橋、仙石橋、そして三好の橋の完成によって長年続いたその役目を終えました。長い歴史の流れの中で平成17年6月、その歴史的価値が認められ柳の私は大淀町指定の文化財に指定されました。権現祭は吉野山蔵王堂と非常にゆかりの深い今木権現堂で毎年桜が咲く季節に行われます。今木権現堂は昔大峰山に入山した修験者の第一の行場で、全国各地から集まった修験者が山門の金剛力士像に参拝し旅の安全を祈願したのが始まりと伝えられ、現在は今木地区の世話人によって守られています。正午過ぎ、修験者に扮した仙徳寺の関係者や今木地区の世話人が祭りの無事を祈願して仙徳寺本堂にお参りし、このあとホラ貝が響く中、仙徳寺参道から今木権現堂三門までゆっくりと進みます。三門には左右に大淀町の指定有形文化財の仁王像、金剛力士像がどっしりと構えています。また上部には文禄時代に泉州堺の大寺の天狗が仁王さんを加えて一夜のうちに飛来したと伝えられる天狗像を安置しています。この山門をくぐり左手斜面に多数の花崗岩でできた石仏が並びます。階段を上ると入りもや作りの重層な権現堂が立ちます。堂内に並んだ石仏の中央には県下唯一の石仏蔵王権現像があります。
そして向かって左には前期5期を従えた円の行者像、右側に2匹の竜を彫った竜神像があり、いずれも室町時代後期の陰刻があります。これら権現堂内外の石仏群はいずれも大淀町指定文化財です。桜が満開の中、関係者らが権現堂を参拝し、続いて山門下で護摩供養が行われます。護摩供養のあと、炊いた護摩の上を願い事をしながら素足で歩く火の行が行われます。この行は古くから権現祭で行われていましたが、しばらく中止されており、2006年に復活したものです。まず修験者に扮した仙徳寺関係者や世話役が燃えた護摩の中に作られた道を気合を入れて一気に通り過ぎます。続いて地区の住民が家内安全と家族の健康を祈願して火渡りを行います。お年寄りや子供の手を引いたお母さんなども健康を祈願して思い切って走り抜ける姿が見られます。だけどそんなに暑くなかったんで、はい、良かったと思います。はい。最後に仙徳寺本堂から境内に集まった地元の人たちに餅がまかれ、一日にぎわった山あいの町に再び静けさが戻ります。町上磯の世尊寺で毎年4月29日、地元挙げてお太子さんと呼ばれる聖徳太子法恩大会式が行われます。お太子さんは江戸時代中頃に世尊寺にゆかりの深い聖徳太子の命日の4月22日に法要を行ったのが始まりとされ、
現在は祭日の29日に行われています。世尊寺は聖徳太子が建立した寺院の一つで、円の行者が金峰山に入る前にこの寺にこもり修行したことから、行者道分道場とも言われています。境内には東西の塔の跡である礎石が残り、日本書紀の記録や寺に残された瓦などからも、少なくとも7世紀後半の飛鳥時代には存在した貴重な寺院と推測できます。祭り当日は午前午後合わせて3度の法要が本堂で行われ、境内に厳かな読経が響き渡ります。この世尊寺の本堂裏には、聖徳太子がお田植えしたと伝えられている壇上桜や松尾芭蕉の句碑が残っており、花の見頃の時期と重なれば一層華やかな祭りとなります。またご覧のような大淀町を代表する建物や仏像などの文化財も残されています。祭り当日に境内で販売されるお好み焼き、たこ焼き、焼き鳥のほか、金魚すくいなどの出店や子どもたちによる千本付きなども豊山会が毎年提供しています。昼近くになると屋台の焼きそばやたこ焼きなどで昼食をとろうという家族連れや子どもたちで、境内は一層にぎやかになり、つきたてのお餅を頬張る子どもたちの元気な笑顔が見られました。世尊寺のお太子さんは昔から喧嘩祭りと言われ、餅巻きの餅を奪い合うことで有名でした。平成に入って祭りは宗派を超えてできた地元72世帯で作る豊山会によって守られ、毎年続けられています。祭りの数日前に豊山会の世話人が集まり、もち米を炊く係、つく係、丸める係に分かれ、およそ220kg、臼60杯分の餅を用意します。餅をつくお父さん、丸めるお母さん、お手伝いの子どもたちも参加して、地区挙げての祭りにふさわしい光景です。3時過ぎ、子どもたちや家族連れでにぎわった屋台のテントが一斉に片付けられ、いつの間にか境内には餅巻き目当ての人たちでいっぱいになります。境内に用意された櫓の上から、老人会、婦人会による子ども用のお菓子や通常の餅がまかれ、続いて寺関係や豊山会の世話人による餅巻きが続きます。
最後に地元では三条餅と呼ばれる一臼分の特大の餅がまかれ、昔は怪我人が出たというだけあって、境内で餅を奪い合う威勢の良い光景が見られます。この聖徳太子報恩大儀式も近年新興住宅地からの参加者やインターネットを見て面白そうと参加した遠方からの人たちで、年々参加者が増えているそうで、世話役の人たちもやりがいがあると喜びの表情でした。6月、吉野川は一年中で一番にぎやかなシーズンを迎えます。腰まで水につかり鮎を追う太公望の姿は、秋まで続く吉野川の代表的な風物詩です。6月1日、吉野川のほとり大淀町下淵の鈴ヶ森行者堂で鮎供養が行われます。この行事は1000年以上前から続く大淀町で最も古い行事といわれ、大淀下淵行者校の修験者が吉野川に生息する生き物すべての供養と、川や沼に入る人たちの安全を願い毎年行われているものです。大淀下淵行者校は大峰修験道の一の道場と呼ばれ、特に高い格式を持ち、670年前の発足以来、修験道の開祖円の小津を祀る儀式として続いています。昭和13年、お堂がそれまでの車坂の石塚から鈴ヶ森に移され、鮎供養もこの地で行われるようになりました。午後1時ごろ、修験者と大淀町の関係者が集まり、堂のすぐ横にある鮎供養碑の前で供養の儀式が行われます。山伏姿の修験者たちが般若心経を唱える中、参列者全員が祭壇に菊の花を供えて鮎の霊を鎮めます。このあと鮎の入った袋を持って近くの吉野川川べりまで移動し、出席者が鮎を一匹ずつ手ですくい取って川へ放流します。続いてお堂前で大駒がたかれます。殿下の前にまず弓や砲塔などを使って修験者が昔ながらの方法でしめ縄で囲まれた敷地内を清めます。
ごまに点火されると鈴ヶ森の空が瞬く間に白い煙で覆われ、修験者の度胸を打ち消すようにパチパチとごまの燃える音が響きます。人々の願い事を書いたお札が火の中に投げ入れられ、家内安全、無病息災などそれぞれの願いの成就を祈ります。このあと飛翔三昧と呼ばれる火渡りが行われます。これは大ごまで燃やされ炭になったヒノキをまだ炎を上げている状態で地面に平らに広げて、その上を裸足で歩くという荒行です。炭になったヒノキが平らにならされ、その上から塩や酒をまいて清められます。般若心経がこだまする中、道士が気合とともに長さ5メートルほどの炭の絨毯を一歩一歩ゆっくりと渡ります。このあと修験者たちが次々と炭の上を歩いて渡ります。続いて信者たちや見学者たちが裸足になって、それぞれの願いや般若心経を唱えながら火渡りを行います。最後にお堂前で極巻きが行われ、近くの温泉客や鮎供養に参加した人たちにお堂に一日備えられたありがたい餅がまかれます。マナーを守り、事故のない美しい吉野川をみんなの努力で守っていきたいものです。吉野川水神祭は水を祭り五穀豊穣を願う祭りとして、毎年7月中旬の2日間行われ、その中でも神輿巡行は水神様に対する感謝祭と伝えられています。午前10時ごろになると、八幡神社の水神社には下淵地区の世話役が集まり始め、祭りの準備を始めます。境内にのぼりや提灯がセットされ、いよいよ神輿が水神社の祠前に出されます。境内の準備が始まった頃、下淵の6つの地域では太鼓台が準備され、夏休みに入ったばかりの子どもたちが朝早くから集まります。準備ができた太鼓台から子どもたちを乗せて太鼓を鳴り響かせながら町の中を練り歩きます。水神祭のお渡り式は四代将軍徳川家綱時代に起きた大洪水の際に、今の吉野町葛から鈴ヶ森に流れ着いた御神体を時の下淵村の人たちによって取り上げられ、鈴ヶ森神社と称して祀ったのが始まりと伝えられています。その後御神体は明治40年に現在の八幡神社に移されて水神社と称され、また
水神祭は年に一度の大祭として八幡神社から鈴ヶ森までお渡り式を行う大淀町の重要な祭事として100年間大切に守られています。午後1時、水神社の祠前で神事が始まりました。八幡神社の神主が夏の強い日差しで汗だくになりながら御輿に乗せる御神体の分身となるお札を清め、魂を入れ、合わせて祭りの無事進行と安全を祈願します。午後2時、いよいよ御神体の魂が入ったお札を乗せた御輿が神社を出発します。神輿を担ぐのは毎年地元大淀高校の生徒で、数年前からサッカー部員が担当しています。鈴ヶ森で神事が行われますのでお参りください。お渡り式は途中下淵の町の中を北町、西町と通り、下市口駅前を新町方面に向かい、岡崎地区を回って西町に戻り、鈴ヶ森に入るという1時間半ほどのコースで行われます。鈴ヶ森で神事が行われますので、清めたまいて、この御氏子らを守りたまえと、かしこみかしこみも回す。はい、お願いします。この大渡り式では途中6つの地区の太鼓台6機が神主のお祓いを受けて御輿行列に加わります。これは鳩かなのね。どうぞ。沿道では地元のお年寄りや見物の人たちから子どもたちに温かい声援が送られ、子どもたちもあふれる汗を拭いながら暑さに負けない元気な掛け声をかけていました。それぞれの地区で太鼓台と合流したお渡り式の行列はゴールの鈴ヶ森付近で分かれ、お札を乗せた神輿だけが鈴ヶ森神社に入り、関係者によって神事が行われます。この水神祭、翌日午後から神事が行われ、このあと関係者によって御神体の魂の入ったお札と神輿が元の水神社に運ばれて、2日間にわたって行われた祭りを終えます。Thank you.
こちらは大淀町土田の妙見宮境内にお祭りしてある住吉神社の祠です。毎年7月26日に宇根火山のふもとにある宇根火山口神社の宮司さんがこちらの祠で神事を行い、身を清め、祭りの無事を祈願した後、大きな欅の木の下にある吉野川で水を汲み、2日後の28日にこの水を宇根火山口神社のお祭りにお供えするという100年余り続いている伝統的な行事、お水取りが行われます。26日朝、神社の祠や吉野川の水汲み場の準備が整い、まず井出さん宅で支度を済ませた大谷宮司や世話人らが神社に向かい、祭りの無事を祈り、神事が始まります。この神事も以前は線路沿いの大きな欅の木のところでお祓いをしたそうです。神事のあと、大谷宮司や井出さん、世話役らが欅の木の下の吉野川に移動し、水汲みを行います。100年前から水汲みの行事を見守る欅の木は吉野川の堤防に自生し、住民に温かく見守られてきた大木で、現在は大淀町指定の天然記念物に指定されています。しめ縄を張って清めてある川べりで、大谷宮司が一升瓶に吉野川の水を汲み入れます。このお水取りの行事も、江戸時代は武装した12人の友を連れた道中で行われ、明治の頃でも宮司が馬2頭とお供の者2人を従えたと伝えられ、相当格式の高い行事だったようです。また高取藩の領地を通る時も、神官が播磨の神を名乗っていたため、地元の人たちは播磨さんのお通りやと言って道を譲ったと伝えられています。お水取りの行事が終わると、出席者が井出さんのお宅で昼食をごちそうになり、信仰を温めるのも土田でずっと続いている恒例の行事です。2日後の28日に行われる宇根火山口神社のお祭りは、祭りの始まりを知らせる太鼓がでんそそでんそそと聞こえたことから、俗にお峰でんそそという少し変わった名前で呼ばれています。祭り本番では、宇根火山口神社の神殿に設けられた祭壇に大淀町の吉野川から汲み取られ、住吉神社の祠にお供えして浸水となった水が供えられて、神事が行われます。昔、宇根火山のふもとから15キロ離れた大淀町土田まで、どうして水を求めて水汲みに向かったか、はっきりしたことは分かりませんが、大淀町土田の欅の木の下あたりが吉野川で最も流れが速く水が清らかだったことや、昔はその水を氏子にも飲んでもらっていたため、
新鮮な水が必要だったことが考えられます。昔は行列を作って水汲みに出かけたこの行事も、現在では宮司さんが一人で電車に乗って大淀町まで汲みに行くという寂しいものになりました。それでも水汲みの行事自体は一度たりとも欠かしたことがなく、井出さんをはじめ関係者の努力で伝統は今日まで大切に守られ引き継がれています。大淀町馬佐の天照大神社に合祀してある牛滝神社で、毎年9月15日の敬老の日に五穀豊穣を祈願して野菜などを備えて神事を行う牛滝祭りが行われます。午後1時、牛滝神社には地元の世話役が集まり、祭りの準備が始まりました。祭壇にお供えする野菜は地元で採れた新鮮なかぼちゃやナス、さつまいもなどで串に刺して独特な形で供えます。この後牛滝神社の社殿前で行われた神事には馬佐の関係者6名が出席、五穀豊穣を祈願しました。農村の機械化が進む前の昭和初期まで、全国の農村で家族のように飼われていた牛や馬の無病息災は農家の願いであり、全国的にいろんな行事が行われてきました。馬佐地区では飼い主が牛を連れて牛滝神社に参拝してお祓いを受けたのが祭りの始まりと考えられ、他の地区のように祭りで特に牛を飾り立てたり品定めをすることはなかったそうです。祭りが最も盛んだった昭和10年頃は祭りに20頭を超える牛が集まったそうで、奉納相撲大会なども行われて、近隣地区から多くの参詣者が集まり、当時はかなり盛況だったようです。この牛滝祭りも戦後奉納相撲から神楽の奉納に変わり、昭和30年頃には牛との参拝も神楽もなくなり、現在の形で引き継がれています。現在も牛滝さんと親しまれている牛滝神社の社殿の扉前には一対の牛の石像が安置され、牛の守護神として馬佐の人たちに大切に守り継がれているのがよくわかります。馬佐の牛滝祭りは以前は牛滝神社の近くの天明神社で行われていました。現在の天明神社に祭りの面影は全く残っていませんが、静寂な木立の間に牛をつないだ話を聞くと、当時ののどかな様子が浮かんでくる気がします。神事が終わる頃、神社の境内はお年寄りや子どもたちなど恒例の極巻きを待ちかねた人たちでいっぱいになります。そうですね、よかったね。
この牛滝祭り、いつ頃から始まったかなど詳しいことを知る文献は一切残っていませんが、70年ほど前は境内に屋台が出たり、区内のほとんどの住民が参加してとても賑やかだったそうです。当時境内で神主からお祓いを受けた牛にはご覧のお札が配られ、農家の人はこれを持ち帰り1年間牛舎に厄除けとして貼り、牛の健康を祈ったそうです。秋祭りの夜、千年以上の歴史を持つ被害元八幡神社に、口被害元、神被害元、金吾町の3つの地区からだんじり三代と、地元で十二振りと呼ばれる提灯を奉納して、五穀豊穣、家内安全、無病息災を祈願する十二振り祭りが行われます。十二振りは祭りで使われる献灯のための提灯のことで、竿に吊るした提灯も地方によって呼び名が違い、また吊るす提灯の数や形も違います。東北地方の竿燈の最も大きいもので46針、奈良県御所市のすすき提灯で10針の提灯が吊るされます。被害元の十二振りの場合は2間半 4.5 メートルほどの竹製の支柱に横木を4本通し、先端から紐で連結し、高張提灯を上から2、4、6の合計12針を3段に組み立てて、先端部に白兵を掲げたものです。暗闇の中、参道を抜けてだんじりが順に宮入りしてきます。八幡神社の広い参道の手前にある鳥居前は、少し階段の段差があってだんじりに勢いをつけなければ越えられないため、それぞれのだんじりの引き手も掛け声を合わせて勢いをつけて一気に越えます。そして100メートルほどまっすぐに続く参道を進むと拝殿に至ります。十二振りの行われる被害元八幡神社は、平安中期の957年に創建された宇佐八幡宮の分社で、近隣の八幡社の総社としても栄えてきました。日が暮れて神社には区内のたくさんの住民が集まってきて、各々1年間のお礼や家内安全、無病息災をお祈りします。
拝殿に祭りの関係者が集まり、神事が始まりました。だんじりや十二振りも神主さんからお祓いを受けて清められます。十二振りのような献灯行事は全国的に見てもそれぞれの地方や地域で呼び名が違います。東北地方の竿燈や富山県魚津市の建物、大阪市西成区多摩での田楽など大型化したものが有名です。県内でも御所市のすすき提灯、五条市のすずき提灯、北葛城郡一帯の十二灯、斑鳩町の田楽などが知られていますが、この大淀町被害元の十二振りをはじめとして、いずれの行事も奈良盆地南部における祭礼の形態を示す代表的な行事として、地元の人たちに大切に守り継がれています。春、権現祭でにぎわった大淀町今木で、紅葉が山々を赤く色づき始めた季節に、毎年恒例の兜神社の秋祭りがあります。兜神社は曽我のイルカゆかりの神社と言われ、イルカの兜を祀ると伝えられています。祭りは4日間行われ、1日目は極集め、2日目は極つきが行われ、一国一都のもち米がつかれます。3日目の夜から宵宮が行われ、区内の9つの海都から富屋が持つすすき提灯を先頭に行列を作って兜神社へお参りします。夜の月明かりの中に9つの海都から出た高さ4メートルを超す9基のすすき提灯が境内に揃う姿は圧巻です。午後8時からの神事を前に、お供え物が本殿に備えられます。宮司の鳴らす太鼓の音を合図に神事が始まります。兜神社の秋祭り恒例となった巫女舞の奉納が始まりました。境内に巫女装束に髪飾りをつけた子供巫女7名が等間隔に並び、榊を手に幽玄の舞を披露します。
境内に入りきれない地元の人たちも子供巫女の優雅な舞にうっとりと見とれ幽玄の世界に浸っていました。このあと祝詞僧正玉串奉天と厳かに神事が続き、そして宵宮のハイライト、お揃いの黒い衣装に赤い鉢巻き姿で威勢の良い子供太鼓が奉納されました。昔は静かにお祭りするようにとお告げがあったと伝えられ、にぎやかな行事は行われていませんでしたが、住民の要望から昭和44年頃から極巻き、平成4年頃から巫女舞と子供太鼓が始まるようになり、人々の期待も大きくなっていきました。こうして宵宮は祭りの余韻に浸る人たちで夜遅くまでにぎわっていました。本宮祭の朝は10時から兜神社で神事が行われます。神前には鯛や芋、栗、柿、大根、人参など海のもの、山のもの、里のものなどが並べられます。例年は早朝から神輿が町の中を練り歩き、威勢の良い声が響き渡るのですが、取材を行った年は交通事情で神輿巡行が中止となり、寂しい本宮祭となりました。午後1時から公民館の駐車場で宵宮で奉納された巫女舞と子供太鼓が子供氏子により披露されました。巫女舞も月明かりとは違う華やかさがあり、会場に集まった家族連れやお年寄りからも温かい拍手が送られました。子供太鼓は力強いバチさばきで日頃練習した祭り太鼓の技を披露、アンコールが出るほどの人気でした。祭りの最後は参加者お待ちかねのビンゴゲームや極巻きが行われました。すいませんね、ベタなことで申し訳ございません。いまきの人たちはビンゴゲームの景品や極巻きの餅の入った袋を手に、家族やご近所の人たちと秋の日の楽しい時間を過ごしていました。大淀町岩坪で毎年秋祭りの神事でちょっと変わった子ども相撲が奉納されます。お祭り前日の夜宮の日に葛上神社横の公民館では祭りで使う榊や御幣、紙でなどの準備が行われました。以前岩坪は上座下座に分かれて戸屋を出していましたが、最近では
区内の家が戸屋を持ち回りして当番制にしています。秋祭りの神事でも今年の戸屋や次戸屋、その家族や関係者が出席して行われています。時間が経つにつれ、手作りと思えない立派な御幣やしめ縄が出来上がっていきます。お祭り当日の午後1時、今年の戸屋や次戸屋など関係者が集まり、公民館から神社まで列を組んでお渡りが行われます。列の先頭で御幣を手に少し緊張気味の男の子は、この日の子供相撲の主役の男の子で、続いて戸屋やその家族がお供え物やすすき提灯を手に神社までお渡りを行います。葛神神社の神様田力尾の御事は相撲を好まれると言われ、昔から神前で必ず子供の相撲を奉納されてきました。奉納相撲をするのは戸屋と次戸屋の10歳までの男の子と決められ、いない場合は親戚から出すことになっています。神社に着くと、まずお供え物を準備します。お供え物は、鯛、芋、椎茸、栗、柿、枝豆など、海のもの、山のもの、里のものと決められています。また、神前の後方にすすき提灯を立てて祭りの雰囲気を盛り上げます。神事が始まりました。岩壺ではお祭りを前に戸屋の家で極巻きをしたり湯立てをしたり、またかまどを清める意味から吉野川から水を汲み、その年の月の数だけ小石を拾ってきてかまどにお供えする儀式が残っていました。この儀式、夜宮の日には戸屋が甘酒を作り青年衆を接待し、青年衆はすすき提灯、戸屋は高張提灯を持って神社に参ることになっており、夜には村中の人が神社に参り青年衆の極巻きが行われました。祭り当日の神事では、今年の戸屋が神前に1年間ありがとうございましたの気持ちを込めてお祓いを行い、続いて次戸屋が来年よろしくお願いいたしますの気持ちを込めてお祓いを行う独特の神事があります。神事が終わると子どもたちが子ども相撲の準備を行います。六尺の真っ白のふんどしを巻き、その先を肩から垂らします。石段を降りる時もお互い肩を組み、一般の相撲とは雰囲気の異なる和気あいあいとした光景に、集まった地元の人たちからも笑顔が見られます。石段下で肩を組んだまま、後方に戸屋がついて、わったいわったいわったいよーと大きな声で3回唱えます。さらに子どもの手をぐるぐると回すと、周りの見物の人たちから小銭を紙に包んだ花が一斉に投げられます。花がたくさん投げられるまで何度も繰り返される光景もユニークで、いつまでも参加者の笑いが絶えません。1よ10よ100よ
百よ、千よ、万よ、十万よ、百万、千万よ。子孫繁栄と健康を祈念するこの子ども相撲の終わりを惜しむかのように何度も何度も繰り返し行われていました。最後行こう。1秒、10秒、100秒、1000秒、万秒、10万、100万、1000万、1億、9兆、100万、100兆よ。大淀町さなてでは宮座が今も残り、戸屋が1年間神社の清掃や神饌のお供えを行い、最後に神様のお旅所となるオカリアを建てて神様を迎える、地元でオカリア建てと呼ばれる行事が行われます。このオカリア建ては神社から戸屋の角と呼ばれる庭に作ったオカリアに神様を移して1週間お祭りするという習慣で、以前は大岩、岩坪、今木の地区でも行っていましたが、戸屋の負担が大きく現在ではさなてだけとなりました。10月も半ばの日曜日、朝8時からさなての公民館前で3つの会徒から今年の戸屋と戸屋の親しい友人が世話役となり、オカリア建てが始まりました。氏神の祭祀を行う宮座を厳格に守っているところは大淀町ではほとんどなく、第二次大戦を境にして戸屋もその賄いの負担の大きさなどから役割が大きく変貌を遂げ、古くは世襲であったものが当番制となっています。このオカリア建ての行事も1週間神様を神社からオカリアに移して、毎日山のもの、里のもの、海のものなどご馳走を欠かさずお供えしたり、手伝いの世話人を集め食事の用意をしたりで、戸屋の負担は大変なものでした。さなてでは3つの会徒でそれぞれに行われていたこのオカリア建ての行事を、近年3つの会徒が合同で行うようになり、3人の戸屋の負担も随分軽減されました。オカリアを建てている時、公民館では御幣作りが行われます。御幣には2種類あり、日の丸御幣はオカリアに神様をお迎えしている1週間三軒の戸屋の床の間に祀ります。また宵宮御幣は神様を神社へお送りするときに神様が宿るための御幣です。オカリアは四方を竹で囲い、その周りをたくさんの火で覆い、中心に太い孟宗竹で作った水差しの筒が用意されて、この部分に神様が宿った榊の御幣を差し込んで迎えます。正面の地面には吉野川の河原から集めた砂利と石が敷かれ、手際よく作業が進められます。ひばぶきで作られたオカリアが徐々に完成に近づき、最後に四隅に立てられた竹にしめ縄が巻かれ、2時間ほどで神様をお迎えするオカリアが完成しました。オカリアが完成すると3つの会徒の今年の戸屋3名が着物に羽織の装いで御陵神社に神様をお迎えに行きます。一人の戸屋が持つ榊の御幣は
神社で神様をお移しして再びオカリアにお迎えするためです。この御幣にはカマスと千枚を白い紙に包んだふんぐりと塩を包んだふんぐりの2つのふんぐりをくくりつけています。サナテの氏神様は御陵神社で、元禄以前は一つだけだった村が宝暦年間に東と西に分かれ、東サナテが伊賀内親王、西サナテが八幡様を祀っていましたが、その後合祀し、現在は東、中、西の3つの海都に分かれています。御陵神社では氏神様の御霊を榊の御幣に宿すように、御幣を祠の前に置いて三名の徒弥が般若心経を繰り返して唱えます。榊の御幣に御霊が宿ると、三名の徒弥は無言のまま神社を後にして来た道を戻ります。道中物を言うと御霊が落ちておいでにならないと言われているため、一切無言で行動します。オカリアに戻ると、御霊が乗り移られた榊の御幣をオカリアの屋根の部分に立てて、御霊にオカリアに移っていただきます。次に世話役が総出で公民館からオカリアへお供え物を供えます。オカリア初日は山のもの、里のもの、海のものなど13種類を供え、他の日もお供え物5種類を徒弥が交代で準備します。1週間後の日曜日午後1時から神様をオカリアから神社へお送りする行事が行われ、3つの海都の今年の徒弥と継徒弥の6名が白装束に身を包み、区の関係者や徒弥の家族も出席してオカリアにお供えをして神事を行います。神事のあと全員で神社へ移動します。オカリア建ての1週間3名の徒弥の家の床の間に2本ずつ祀っていた日の丸御幣も神社に運ばれます。1週間前御霊をお迎えする時は3名だった道中が、この日お送りする時は3名の継徒や神主や徒弥の家族などが加わり、20名ほどの行列になります。神社に着くとまず御幣を祠前に置き、御霊を祠にお戻しし、お供え物を準備します。厳かな雰囲気の中神事が始まりました。神事のあと徒弥の鍵渡しの儀式が行われました。鍵渡しとは、1年間神社を守った今年の徒弥から継徒弥に神社の鍵を渡して役目を引き継ぐ行事で、徒弥3名、継徒弥3名が神主を挟んで祠前に並び、上手に置いた日の丸御幣を一人ずつ目の前で3度振ってから左隣に手渡していきます。
次に、オカリア盾の世話人を通して、とやから次とやに、祠の鍵が渡され、鍵渡しの儀式が終了します。続いて直来が行われ、神様と人との一体感を強めるという意味から、神様にお供えしたものと同じものをみんなでいただきます。オカリアは神が一時宿る仮の社で、各地の宮座によって形は異なりますが、作る作法も祭りの中の重要な儀礼として、サナテでは大切に受け継がれています。亥の子行事は西日本で盛んに行われていた農村の収穫を祝う祭りで、大淀町では上木曽で現在も旧暦の10月の最初の亥の日の夕方に行われています。祭りの本番を前に、木曽の民家で亥の子で子どもたちが使う叩くやつ作りがありました。この道具は新藁を束ねて先を丸く輪にしたもので、地面を叩くときに良い音が出るように中に大根の葉を入れて作られます。上木曽の亥の子は、子どもたちがその年内に嫁取りや婿取りをした家を訪れて、庭先で独特の歌を歌いながら藁で作った叩くやつで地面打ちをして祝い、お礼にお菓子などをもらう昔から続く農村行事です。亥の子の風習は、もともと中国の元初の祝いの風習が平安時代に日本へ渡ってきたものといわれ、旧暦の10月の亥の日に餅を食べて無病息災を祝う宮中の習わしでしたが、後世に武家や民間にも広がりました。ここ上木曽では200年ほど前から続いている行事と言われています。亥の子当日の午後4時ごろ、子どもたちが付き添いのお父さんお母さんや友達と一緒に最初にお祝いをする家に集まってきました。めっちゃ重いて、みんなどうぞ。家に着くと、子どもたちは手に持った叩くやつを地面に叩きつけて、拍子を取りながら声を揃えて歌い出します。歌を歌い終わると、手に持った叩くやつを一斉に屋根に向かって放り上げます。こうして新藁で祝ってもらった家の人は、子どもたちに用意したお菓子を配り、
大人にはおみきを振る舞います。こうしてお菓子をもらった子どもたちは次のお祝いする家へと向かいます。訪問する家が多いほどたくさんのお菓子がもらえて嬉しかったことを思い出すと、付き添いのお父さんお母さんも子どもたちの嬉しそうな表情を見て昔を懐かしんでいました。ヒ素の里ではこうして親から子へイノコの風習を大切に受け継ぎ守られています。子どもたちが歌う歌の歌詞を見てみると、お嫁さんをもらった家は3月3日の女の子の節句、お婿さんの場合は5月5日の男の子の節句が歌詞に入っています。またイワシ3匹酒5合の5合は一升の半分ということから、半生を繁盛と呼んで家が繁盛するようにという言葉の語呂合わせになっていて、祝い歌だということがわかります。イノコ行事はもともと平安時代の宮廷行事が民間に広まったもので、藁などにまじないの力があり、地下に潜む悪い霊魂を鎮めて田畑の実りを増やそうとする人々の願いが込められています。大淀町では紙ひそだけに残り、独特の風情を後の人たちに伝えたい温かみあふれる行事です。大淀町畑屋の環状縄は集落の出入り口の谷間に環状縄と呼ぶ長さ50メートルの大きな縄を掛け渡し、村内の安全、疫病払いや五穀豊穣を祈願するもので、毎年正月前の12月に手作りで縄をより、新しい縄に掛け替える年末恒例の行事です。畑屋地区では以前は12月末から小正月の期間にその年の戸屋の庭で縄をない、畑屋川をまたいで縄掛けが行われていましたが、現在では正月前に縄ない縄掛けを1日で行います。午前10時から今年の東西の戸屋の家の庭先でそれぞれ8人衆が集まって環状縄で使う縄内が行われました。環状縄に使う藁は新しい餅藁を使い、その他縄作りに使う杉、和紙などもすべて戸屋が用意します。縄を縫うときははしごが使われ、3人がかりで新藁を左巻きに絞るようになっていきます。藁に清水を打って2人がかりで17広から18広の長さ、現在の26、7メートルの長さにない杉の葉を4段に刺した細縄にシデをつけた五環状を東西8つずつ吊るします。現在大淀町で環状縄をかける風習が残るのは畑屋だけとなりましたが、岩壺や矢橋などでは昔村境に縄掛けをしたという話も伝わっています。
また木曽、足原、鉾立の地区にも環状という地名が残ることから、大半の地区で道切りのための縄掛けを行っていたと考えられています。東西それぞれの戸屋が2時間足らずで立派な環状縄を完成させました。昼食を挟んで午後からは、東西双方の環状縄を持ち寄り、畑屋に入る集落の入り口付近で縄掛けが行われました。縄掛けは東と西の五環状のついた環状縄2本を真ん中で縄つなぎをして50メートル余りの長さの縄にしてから、集落の入り口の谷間に掛け渡します。畑屋の環状縄が毎年同じ時期に続けられているのには3つの言い伝えがあります。1に畑屋川に浮上物が流れないように、2に鬼門よけ、3に流行の病にかからないようにと言われ、こうした理由から畑屋川をまたいで山から山へ谷渡しに縄掛けをするのだと伝えられています。畑屋でも縄掛けをする山を環状と言い、そこにはクヌギの大木がありましたが台風で倒れてしまい、現在はその近くにある木に掛けるようにしています。環状縄は大昔からのしきたりで、中止すると不幸を招くと言われているため、途切れることなく毎年続けられています。かけられた縄は翌年田植えが始まる頃には自然に腐って落ちてしまい、これを何百回と繰り返しながら何百年と大切に守り継がれている大淀町の年末の大切な伝統行事です。大淀町では被害元猿楽を町の文化財産として伝承するために、小学生を対象にちびっこ被害元座を立ち上げ、さまざまな活動を行っています。猿楽被害元座の本拠地といわれる被害元八幡神社で、平成20年9月、被害元座が途絶えて以来初めてとなるちびっこ被害元座と能楽笛方藤田流11世宗家藤田六郎兵衛氏の奉納演奏がありました。でここでは特別公演という形で初めてでございます。まあ、時間にしては5、6分のことですので、ゆっくりと聞いてあげてください。かつて大淀町には能や狂言の原型である猿楽の一派、被害元猿楽座が存在し、室町時代から江戸時代にかけて活躍、優れた猿楽者を輩出しましたが、残念ながら江戸幕府の芸能統制のため縁戚関係にあった観世座とともに江戸に本拠を移し、これにより地元被害元では衰退し、いつしかその存在さえ忘れ去られてしまいました。
大淀町では地元でその存在を知る人さえいないという被害元猿楽を伝承していく一環として、平成14年6月から町内の小学生を対象にちびっこ被害元座を立ち上げました。この日緊張の中で奉納した連人は、吉野山の桜に惹かれてやってきた天人が都人の前で美しく舞う様を表した吉野天人の歌いです。子どもたちの伸びやかな連吟の歌いに、境内に集まったおよそ120名は静かに聞き入っていました。能楽笛方の3つの流儀、藤田流、森田流、一層流は、遡るとすべて笛の名手であった被害元彦兵衛の弟子でした。藤田流の芸の系図には彦兵衛の名が記され、代々大変大切な人として受け継がれてきたそうです。被害元八幡神社の森に響く笛の音色に、観衆は遥か昔に思いを寄せてじっくりと聞き入っていました。こうして1年間稽古を重ねてきた子どもたちは、3月、ちびっこ被害元座の卒業発表を兼ねた大和猿楽子どもフェスティバルで、能楽など伝統芸能を学び稽古する県内外の子どもたちと共演し、日頃の稽古の成果を披露します。大淀町文化会館荒菓子ホールで開かれるこのフェスティバルは、伝統芸能の継承と振興を図ろうと平成14年から毎年開かれています。座員たちは6月から月に2回、能楽師の指導により歌いと舞のほか、笛、小鼓、大鼓、太鼓のお囃子に至るまでおよそ1年間稽古を重ね、この日の卒業発表で堂々としたその成果を披露しました。猿楽というのは、奈良時代に中国から伝来した山楽がなまって猿楽となったと言われ、当時は歌舞、曲芸、滑稽なモノマネや言葉芸を宮廷や社寺の祭りごとなどの余興として演じていました。鎌倉時代に歌舞劇としての能とセリフ劇としての狂言に分かれ、明治時代になって能楽と呼ばれるようになりました。能楽のルーツは大和猿楽与座、観世座、宝生座、金春座、金剛座とされ、中でも観世座とともに活躍した猿楽被害元座は能楽のお囃子のルーツとされています。大淀町ではこのような能楽の歴史や被害元猿楽の存在を、子どもたちのちびっこ被害元座の活躍を通して多くの人たちに広め、認識を深めてもらうとともに、今後も核となる大淀町能楽プログラムを展開し、広めよう能楽の輪を実践していきます。
子どもたちの堂々とした舞台を見ていると、ちびっこ被害元座の卒業生の中から近い将来能楽師が育つかもしれません。またそう願いたいものです。大淀町上磯の世尊寺の寺宝、元光寺縁起絵巻をご紹介します。世尊寺は6世紀頃に聖徳太子によって創建された寺院で、創建当時は吉野寺、その後は元光寺、磯寺、世尊寺と改名を繰り返しながら波乱に満ちた歴史を歩んできました。この絵巻は吉野郡最古の寺院である磯寺に伝わったもので、飛鳥時代の創建から鎌倉時代の再興までのこの寺の縁起が記されています。絵巻は上下2巻からなり、上巻は言葉6段絵6段、下巻は言葉7段絵6段からなり、制作年代は元光寺、後の磯寺が世尊寺として復興される直前の17世紀後半頃と推定されます。元山住職に縁起絵巻の代表的な場面をご紹介いただきました。こちらの絵ですが、日本書紀をベースにして、縁起絵巻が作られております。これは地ぬの海中に大きなクスの大木が日輪のように照り輝いて漂流している場面です。村人も松明を掲げて今見学に来たところですね。こちらの絵は彫刻された仏様を飛鳥の豊浦戸に安置されたわけですが、ある日物の部氏と蘇我氏の宗教戦争が起こって、そしてこのお堂が今放火され焼き討ちになっておるところです。今炎が上げております。しかし幸いなことに仏様は蘇我派の一族によって無事救出されて助かったわけですね。しばらくは田んぼのあてに放置されて、枯れ草や杉の皮がかけられ、また蘇我氏の指定を点々と祀られておったようです。はい、こちらは下巻の巻になっておりますが、観音様の一代記に入るわけですが、水戸3年に淡路島の海岸に高木神水戸という大きな木が海岸に漂着しておった。それを海女が発見して、漁師ですね、そして、引き上げて小枝一抱えを持って持ち帰り、かまどに炊いたところ、大変遠くまでいい香りが届いたようです。漁師はそれはただの木と違うなということに気づき、水戸天皇にお話をされ、また水戸天皇はその時聖徳太子が皇太子でした。そして皇太子はその木で観音様を彫りなさい、そういうお達しがあったわけですね。でここの場面は鳥仏師に命じて、今仏師が観音様を彫刻している場面です。その隣聖徳太子も自分の姿を彫っておられる、そしてその姿を観音様の体内に収める、そういうことになるわけです。こちらの場面は東壇の境内あるいは伽藍の様子が一目でわかるように描写されております。三門中門近藤あるいは東大領土、それも今ここに絵に見えております。七道伽藍はじめたくさんの伽藍が周りにあったことを
表しております。このシーンは私も大変こう感動しているわけですが、南北朝時代、京都と吉野に分かれて戦乱が50年近く続きましたが、その時足利高氏に追われた96代後醍醐天皇が吉野へ入る道すがら、このお寺に行幸されております。そのシーンなんです。こちらは吉野山の風景が映っております。柳の私、また吉野川もこの絵に描写されております。この上巻下巻にわたっての縁起絵巻ですが、元光寺というのはやはりこの御本尊の最初、クスの大木、光照り輝くクスの木、そういうところから光がついたと思います。そして平安時代に旧姓を極めた、そういうところからも元光寺とついたと思います。ですから飛鳥、奈良、平安、鎌倉、五代中世にわたって御本尊さんを中心に周りの様子を描きながらの絵巻であったように思います。元光寺縁起絵巻は当時を代表する名筆家と絵師の手によって制作されたと考えられ、文学芸術作品としても制作当時の吉野の風景、生活、人々の様子を知る手がかりとしても非常に貴重なものです。元光寺縁起絵巻は大淀町指定有形文化財絵画に指定されています。